皆さんこんにちは、オノマイ役の鈴木咲です。今回クーガの城過去仮過去仮ですよねに、はい、出させてもらいます。出てるメンバーが倉持ゆかちゃんを含め江守沙耶、あとなのかとか、結構普段から遊んでる仲のいい友達が来ていたので、今日はみんなに差し入れでみかんを持ってきました。あとちょっと倉持ゆかちゃんが寒そうにしてたので、もうちょっとね、なんかあったかい差し入れ持ってくればよかったなと思いつつ、仲良く撮影は滞りなく進んでおります。裏話を言いますと、私の役が元エリートデカ的なエリートコースにいた警察官の役なんですけど、まあ見ての通り囚人にもなりまして、その時にモッチーに逮捕されるんですが、モッチー手錠の才能がなくてですね、こうやって手錠カチャって何回も何回もかけるから、私この辺なんか真っ赤になっちゃってちょっとなんか痛かったので、モッチーには女王様になる才能がないなって言いながら撮影を進めたのが裏話かな。そうですね、ということで楽しく撮影進んでますので、ぜひ皆さん、結構殺伐とした内容になってますが、あ、裏は仲良かったんだなと思いながら作品の方を楽しんでみてください。よろしくお願いします。鈴木咲でした。